げてみてさ、小さくゆっくり。あ、もう前も左曲がんなくなっちゃった。自分で探してみて、左曲げるにはどうしたらいいか。うん、でももう全然もうここももう持ち上げるのも忘れちゃったみたいだな。自分でこう触ってみて、ここが平行になるように骨盤とここ両方を後ろに引かなくちゃいけない。そうすると一見短くなったような感じがするわけね、ここ、うんうん、でもそうすると左右の曲げがとても楽に、うん、そうそれも立ち上がって、同じことをやってみて、右に曲げてみて、まず、骨盤をそんなに動かすんですよ、これは、まあ、少しは動くんだけども、だいたい止めといて、こう、そう、だから右、今度は右に曲げてみて、よし、戻して、もう一回。先生、ここを曲げるの。うん、ここを背骨、肋骨を縮めるんじゃ。そう。ここんと連絡でいかない。ゆっくりやる。うん、右は。うん。だけど右のここ縮んでないよ。ここが縮むで、ここも結果的にはするのよ。ここが終盤じゃないから、そう、ここは上に行く、ここはこっちに行く、違う、こうこんな感じ、うん、左は、戻ってじゃあ、はい、左行ってみて、うん、クマ、はい、左、うん、でもこれを動かしてるから、はい、もう違っちゃった、これはこっちの方、うん、違う、こっち、肩はこっち、これここはこっち、ああ、いい、皆さん。これ全体がこっちに行くわけじゃないわけ。ここはこっち行くわけ。こっち行くわけ。だからこういうふうに曲がるわけ。ここの部分こっち、こっちに行くの。背骨がこっち行くの。ここはこっち来る。だから曲がるわけ。こっちもこっち来ちゃったら曲がってんじゃなくて、ただ倒れてるだけ。
違う違う、今横の話今してるわけで、だからこれがここが肩の部分でこっちが来るわけだけども、ここはこっちにも来ない。これもそっちへ移動しちゃってるでしょ、ほら。こうじゃ。こう。こう。そうそうそう。左は。そうそうそう。曲げるような、上がってきた、上がってきた。そうそうそう。こうできるように。そうそうそう。でも相変わらずまた 元に戻った時に背骨をこういうふうに戻しちゃってる。そこのままで前へ出さずにそのまままっすぐにする。そうそう、後ろにいるわけね、ずーっとこう。志麻さんもそれを学習しただけでできればもうずーっと楽に暮らせる。最後の動き、まとめた動きで、まず骨盤を前に出して、そしたら横に行って、右に倒れて、そう、はい、そしたら骨盤をまた元に戻して、で、右に倒したまま、骨盤戻して、そうする、そしたら今度は上向いて、はい、で今度ここちゃんと曲げて、そう、はい、逆回転、ここ曲げて、そう、今度こっち曲げて、そう、で前向いて、はい、下向いて、そんで今度また上向いて、はい、そう、やがて自分でやって。ちゃんとやらないと、一人でやるともうむちゃくちゃになっちゃうね、スタッフ。難しい。押されるとすごいわかる。ゆっくり立ち上がって。歩いてみて。はい、いいでしょう。横向いて。だいぶ自分が後ろに反ったような感じがあるでしょう。うん、はい、いいでしょう。